皆様こんにちは。国家基本問題研究所理事長の桜井よしこです。客員成本隆です。今日はもう午前中とてもたくさんの話題が出たんですが、でもとっても大事なことを私たち論じましたね、はい。ですね、これは安倍総理がですね、去年暗殺されてからちょうど一周期ですね、増上寺で一周期の、が死がありましたしですね、私先週台湾に行っておりまして、はい、台湾で安倍昭恵さんと一緒に行ってきたんですけれども、うん、非常に台湾の人たちが安倍さんのことを慕っているというところを本当に実感したんですけども、日本国内に戻ってみますとですね、はい、これは週刊現代の記事ですかね、うん、安倍家はなぜ天皇に嫌われたかという保坂さんのですね、特集記事ですね。岸信介、さんですね、安倍岸信介と安倍晋三戦後最大の謎という、うん、特集記事が載っておりました。天皇家とかね、はい、皇室のことをこの下手に論じると、うん、変な意味の政治利用になるということで、私たちもあんまり表向きは論じては来なかったテーマですけども、うん、はい、ここではその、うん、岸家と安倍家が嫌われていると、うん、はい、保坂さんが書いちゃった。そうですね、うん、でそれで私はちょっとですね、うん、それとは全然反対 の、はい、解釈をしてるんですよね、うん、で私もこれ4年くらい前でしたか、はい、朝日新聞と世界日報がほぼ同時で大スクープしたんです、うん、でそれはこれまで発表されていなかった昭和天皇のお歌御声ですね、うん、御声が何十種も発見されて、うん、はい、その中に、昭和天皇がですね、うん、岸信介さんの亡くなったことを悼んで読んだ和歌御声があるんですね、うん、それちょっとご紹介したいと思います、はい、その当時も書きましたけども、ちょっと間違うと嫌なんで、うん、その通りの文言を、うん、引きますけどもですね、岸さんが亡くなったのは夏だったんですね、うん、すごく暑い日 で、うん、でその時にすぐお書きになりました、うん、国のため勤めたる君は秋またで世を去りにけり夕暮れ寂しく、まあ、国のために勤めた君、うん、岸信介さん、あんたは、秋を待たずにその行ってしまった、うん、本当に、夕暮れ寂しい思いですよ、うん、というのが第一首で、第二首がですね、うん、その上に君の言いたる言葉こそ、うん、思い深けれ残して消えしは、うん、その上にあなたの残した言葉こそ思いが深いんですよと、うん、そしてそれを残して、その思いを残して消えました、で死んでしまいましたというのが第2種。第3種がですね、もう一つ、その上に深き思いを込めて言いし言葉残して君消えにけりということを歌ってんですね。まず第1に昭和天皇はこのことについて欄外にですね、うん、こう書いてあるんです言葉、君の残した言葉というのは、うん、声なき声のことなりと、この昭和天皇の自筆の自筆の書いた小さい、本当に10センチ四方くらいの小さい紙、端なんですよ、うん、とても倹約家でどんな紙も無駄にしないということだったんですけども、うん、でその欄外に、うん、言葉というのは、あなたが言った言葉というのはですね、声なき声のことなりと書いて、うん、これは安保騒動、うん、日米安保改定の時に国会を問え果たえに、はい、で反対論者が取り巻いた、うん、でそれで、まあ、結局岸信介さんは辞任していくんですけれども、その時に岸信介さんがおっしゃったことは、うん、このデモの なされているこの日も銀座にはショッピングを楽しんで食事を楽しんでいる人たちがいるんだと、うん、圧倒的多くの国民の声なき声は日米安保条約改定を支えてくれてるという言葉だったんですね、うん、そのことを昭和天皇は踏まえて、うん、声というのはその声のことですよということをおっしゃった、うんうん、つまり、昭和天皇は岸家とか安倍家を、うん、
嫌っていたわけでも否定したわけでも全くなかったんですね、うん、むしろ、うん、昭和天皇が政治家について御政を残されたのは岸信介さんただ一人なんです。しかも3つも歌を残された、うん、これが昭和天皇のお気持ちですよね、うん、直筆ですからね。直筆なんですよ。そうですよね、本当に直筆、うん、私直筆のこの等寸大のコピーをいただいて大事にしまってありますけども、うん、本当にあの直筆でお書きになってですねいらっしゃるんです、うんうん、で昭和天皇はむしろ岸信介さんの、うんまあ、功績ですよね。これは日米安保改定もあるし、うんねはい、あのやはりその、うん、その後に憲法改正を目指していたのが岸信介さんですから、うん、このようなことを大事に思っていた、うん、そして昭和21年1月1日、うん、日本がまあ戦争に負けて占領下にあったわけですけども、うん、その占領下で私たちはもう20年の8月に負けました。もう占領軍がやってきてデモクラシーを受け入れなさい、うん、男女同権を受け入れなさいと言っていろいろ注文をつけて憲法を変えて民法も変えていろんなことを変えました、うん、でも昭和21年の1月のお言葉の中で昭和天皇がこう言ったのはですね、うん、日本人は五箇条の御誓文を忘れてはいけません、うん、五箇条の御誓文というのは広く会議を起こし万機公論に決すべし、うん、商家心を一にして盛んに経輪を行うべし幹部一都庶民に至るまで各々その志を遂げ人心をして馬ざらしめんことを要す旧来の老衆を破り天地の行動に基づくべし知識を世界に求め大いに好機を新規すべし、これが五箇条の御誓文なんですけども、これよく読んでみるとものすごく民主主義的で、その言葉を全部お述べになってこうおっしゃったんですね。その良き価値観、例えば民主主義とか男女同権とか、良き価値観というものは何かその外国から学んでやってやらなければいけないというようなことを戦後のこの時代の中では言われているけれども、うん、このようなことは明治大帝が、明治天皇がもうとっくの昔にこの五箇条の御誓文に書いていたんですよと。私たちはアメリカに言われることもなく民主主義であり人間一人一人女性も含めて大事にする国なんですよ、うん、このことを皆さん忘れないでくださいということをおっしゃった、うん、でつまり本当に日本を取り戻さなきゃいけない、これはまあ安倍総理のお言葉でもありましたけども、うん、その気持ちを持ってらしたのが、天皇陛下、うんとしての昭和天皇であり、でその気持ちを実現しようとして第一歩を踏み出したのが岸信介だという評価でしたので、うん、非常に高い評価だったんですよね、うん、でそのことを私安倍総理に話したことがあるんですよ、うんうんうん、あのこの昭和天皇の御誓のこと、うんはい、安倍総理はもうすごくこう神妙な顔でですね、うん、実は私も母に、うん、つまり岸さんのお嬢さん、うん安倍さんの お母様に母に、うん、あの言ったら母は涙を流して喜んでいました、うん、もうそれしか言わなかった、うん、で安倍総理も皇室の政治利用はしてはならないという思いだったから、うん、ご自分では決してこのこと言わない、ね、おっしゃらないことですね。だからね、うん、私やっぱり穂坂さんの書かれたこのね、うん、このようなその、うん、皇室の使い方どう思われますか、うん、非常にミスリーディングでありですね、この陛下の御誓についての話は全然触れられてないわけですよね、うんだからいかにその岸さんがですねアメリカに対して非常に戦った相手ですよね、うん、それとの日米安保の改定に尽力したっていうのは陛下も日本はアメリカを大事にしているということをですね、日本独自ね、このいろんな思いがありながらも日米安保は大事だと、それを実現した岸信介っていう政治家は評価されたわけですよね。ものすごく高く評価していたんですね、うんうん、ただ私もねあんまりこのことを言うとね、うん、皇室をその利用してね安倍さんを応援するのかって言われるのも嫌だったし、安倍総理の本意でもなかったから、うん、今まで本当に言わなかったんですけども、うん、穂坂さんのこの、うん、
記事を読んでですね、うん、やっぱりこういうふうに反対方向に皇室を利用するというのはよろしくない、うんはい、で私たちはその保坂さんの反対方向で利用する気はないけれども、うん、保坂さんのこの利用の仕方には異議を申し立てたいという気持ちで、うんはい、今日の議論になりました、はいはい、これからもどうぞ国旗研よろしくお願いします。